まずはサーバーと PC1 台を接続しましょう本体背面の LAN ポートに電符の LAN ケーブルを接続しますもう一方をネットワーク機器に接続します電源ケーブルをコンセントに接続します 本体前面の「電源ボタン」を押します本体にアクセスしてみましょう同じネットワーク上に接続されたパソコンの画面です画面左下の「スタート」をクリック。 すべてのプログラムをクリック。リッアクセサリーをクリックリモートデスクトップ接続をクリックリモートデスクトップ接続のコンピューターにコンピューターを入力します。 接続をクリックログオン画面で別のアカウントを使用を選択しますユーザー名とパスワードを入力します OK をクリック 確認画面が表示される場合、はいをクリック。ログオンが成功すると、Windows ホームサーバー2011の初期画面が開きます。Windows ホームサーバーの操作をし、ユーザーを作成します。画面左下のスタートをクリック。 管理ツールをクリックコンピューターの管理をクリックコンピューターの管理のローカルユーザーとグループをクリックユーザーをクリック 右側のユーザーが表示されている部分を右クリック新しいユーザーをクリック新しいユーザーのユーザー名を入力しますパスワードを入力します作成をクリック 閉じるをクリックユーザーを作成することができました以上で本体の接続とリモートデスクトップでのログオンは完了です。